ウィン・フィンブルベトル、風よ。風よ。風よ。
アイズ、ちょっといいか。うん、何？時間があるなら少し付き合わないか。構わないけど、どこへ？温泉だ。そうだ、温泉だ。家なら別に構わないが。ううん、嫌じゃないよ。すぐに準備をしてくるから。リベリア、温泉嫌いじゃなかったの？そういうわけじゃない。ただ人に肌を見せるのが苦手なだけだ。私が見てるけど。なんだ、アイズは私に嫌がってほしいのか？そうじゃない。まあここは人が来ないからな。それにお前となら静かに入れる。うん。それに合図とこうするのも悪くないと思った。こうするって？衣服は権威の象徴でもあるからな。どうしてもそういう振る舞いになってしまう。だからたまには衣服をまとわずにお前と話をしようと、そう思っただけだ。うん。というわけで合図、本心を話せ。え、本心？普段口にしないことを言えと言っているんだ。リベリア、ありがとう。感謝をされるようなことをした覚えはないが。いつもしてくれてるよ。いつも小言を言っているだけだろ。それは多分だけど、私を思ってくれてるから。違う？違わくはないが。だったらやっぱりありがとうだと思う。もういい、この話は終わりだ。あ、リベリア、顔が赤い。湯が熱いんだ。そう？いいからお前は肩までしっかりと疲れ、風邪をひくぞ。しかしこう暑いと何か冷たいものが欲しくなるな。帰りに何か食べて帰る？お前と二人でか？用事があるならいいけど。いや、行こう。たまにはお前と食事をするのも悪くない。ゲームデータをセーブしますか？